はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。なんか調べらんない？やった。ゲスペンスト。不条の魔の手。なんか幽霊に物理攻撃が効いてお金が手に入るのね。謎のバリアが張られている。いや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 。こっち食堂か。ポルターガイスト。ポルターガイスト結構耐久力高いな。エスペンストともらえる経験値とお金は一緒か。皿飛ばし、いやー皿よりもナイフ飛ばした方が結構記録高いんじゃないのかな。やった、とりあえずバーリアは解除されたね。うーショットからしょ。まだ調べられるところないかな。よし、調べるところは調べた。また謎のバリアじゃ。やはりか、鍵がかかっている。どっかから鍵を調達してこにゃいかんのね。デビルファイヤー、よし。もうこっちは単品で120の経験値が手に入るね。万能、うん、回復アイテムだ。戦闘不能は不可ね。書斎の鍵、あれは書斎じゃないな、あれは宝物庫じゃな。デルファイル、オッケー、書斎じゃないな、やっぱり書斎はこっちかい。なんもないのかい。デルファイル、イエイ。車載の鍵、なんか強い敵がいそうだなこれ。物置の鍵、やったね。ちょっとお前と戦う前にちょっと物置の宝箱を回収するわ。オッケー。サイコシールド。パワーペンダント。まずサイコシールドは、守備力10、特殊力が10、パワーペンダント、攻撃力が10。うんうんうん。
特殊力が上がるのか。ちょっと振ろう、これは。よし、これでいいや。サイコシールドはいいや。読めない。はいよ。強いと思ったら強くなかった。普通のデビルファイアだった。よし、3回。あーくない、あーくない。観葉植物は調べても何も出ない。よいしょ。ボルター返しと、お、色違いだ。お、タフだ。これ面白い。お、なかなかタフやね、このポルターガイスト。おー、だいぶ儲かる。一匹で儲かる。BGM も変わってたしな。デブルファイアも色違い。あぶり。炙るのはホタテぐらいでいいんだよ。とか言って私貝類食べらんないけどね。でお前はゲシュペンスだな。ゾーロマンだ。ゾーロマンだ。やっと倒れたで。開いた。さあボスかな。なかなかしんどかったの。まさかほんまに出没しよるとはな。びっくらこいた。あと多分大ボスだけやろうから頑張ろう。分かっておるわい。あと一匹とんでもないのが潜んでおるしな。ええ加減姿を現すか。そこにいるバリモンめ。ああ気づいていたか。ふははははははは、なかなか鋭いではないか。でよったな。お前がここの悪霊たちの親分か。いかにも楽しんでもらえたかな。アンドレア、おめえ、アンドレア、何者なら。私の名前はボブ・ブラック。巷では有名な悪霊だ。ボボ・ブラジル。ボボ・ブラジルじゃと。なんじゃおばあさん、知っとんか。知らん。いや、なんやそれ、吉本新喜劇か。なみやって、まあいい。嫌でも忘れられる名前になるやろうね。この私と対面して誰で帰れると思うなよ。史上最強の悪霊の力を解くと見せてやろうではないか。ちょっと、待たんご。踊れば一体何の恨みがあってこんな悪さするんじゃ。恨みなどない。ただ嫌がらせが好きなだけや。なんじゃと。普通の悪霊はもっとそれ相応の理由があるんじゃぞ。悪霊の風上にも置け。いや、悪霊に風上もクソもないじゃろ。お前らに大格言われすべはない。これが私の生きる道のもんだ。何が生きる道よ。もう死んでるやん。やかましい。ガブリンと同じレベルじゃな。さ、覚悟はええか。覚悟するならそっちの方だ。このボブブラックの恐ろしさ思い知らせてくれるわ。うん、はあ。幽体不現。なに。く私は静電。むっちゃゲルピンでな。
こんな家に住むゲルマンどもが憎たらしくてしょうがないのだよ。ちゃんと理由あるやないか。ああ、やっぱり精神攻撃は効かんか。エビゲットシュプーケーエビゲンコスとデコピシュプーケドナブリの方が強いやないけど、シュプーケー、おばあちゃんが決めた。わっしゃ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 、わしらを甘く見たのが運の尽きじゃ。悪霊ごときがどうかこと生身の人間には勝たれへんで。お前は今日もここまでやな。今度こそ一件落着じゃんの。スライムよりは手応えあったな。うん、タクタイ任務がこんな大仕事になろうとはな。ほら、夫人に報告しに行くべ。すさまじい物音がしてたけど、一体何があったんざますか。何がって、悪霊退治に決まってるじゃろ。結構な大物じゃったからちょっと手こずったわい。なんざますと、やっぱいたんざますね。でも俺たちが退治したからもう大丈夫ですよ。あ、もうあんな怪奇現象は大きいんやろうって。わしらに彼は悪霊なんて、とにかく安心じゃ。ありがとうございます。もう私なんて礼を言ったらいいか。レイナだけに、レイなんていらん、なんてな。ええー、てんじゃ。それも、ダジャレ。今日あなたたちここへ泊まっていくザマス。とびきりのごちそうを用意するザマス。おお、そりゃいい。いや、ご遠慮なく。いやー、一食一般の世話になっちったの。あ、夫人の料理もなかなかじゃったが、あの超高級ブランデーは最高じゃった。もしかして王様よりリッチな生活したのやないか。言えてるね。ま、こんな贅沢な生活も毎日してたら飽きるかも。わしは飽きんね。ああ、そうかい。さ、ほらひでしょ、気を引き締めて城に戻ろう。サイズはとにかく欠かしません。筋肉爆破の防湿時自衛のようになりますわ。旦那さんやこの下はわしのものと。
書斎 is mine。 ほう、そうやね、そう、あなたのあげ店やったよね。さあ帰ろ。そうだそうだ、一応と、一応宿屋泊まっていこう。宿屋の泊まる回数増やしとこう。よいしょ。そうか、まさか本当に悪友が。スライムに続きなかなか手応えのある任務じゃった。経験値はいっぱい手に入ったし、あんだけじゃ。というか、信者にはどうやって悪霊なんて倒したんだ。そもそも例の物理攻撃だって通用するのか。さあね、そこまで言った感じはいかんよ。細かいことして聞いてたら RPG は成り立たん。そういうのは空想科学どこに任しときゃええねん。大体なぜ魔物がお金を持っておる。もうそうだな、こんな会話する我々もどうかと思うのか。まさか経験値がどうのって言うた時点でアウトじゃ。カット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 、ちょっとこういうセリフカット。とにかく僕は頼もしい限りだ。まあそれはね、うん。例に物理攻撃が効くのか。サトシ、起きとんのか。うん。やっぱお前も何か感じるのか。ん？じいちゃんも？なんかこう、いやーな、何かが。あ、そうそう、俺も。鈍感なばあさんは置いといて、わしらのシックスセンスが何かを訴えているということは。なんかあるよな、ストーリー上。寝つけんかったの。そうやね。こんなにたくさんどら焼きが目の焼き夢やがな。な金の根は守護命令じゃ。な、何やって？サトシ、ばあさん起こすぞ。8時だよ。全員集合。説明するんじゃ。説明せんか。説明するんじゃろうが。
の召集令、もう察しはつくだろう。再び魔物ラーナが出ましたか。ああ、やっぱりか。予感的中かいな。足巻きの数と嫌な予感がしとったんじゃよ。嘘こけ。それで変化、今度はどこ。それが今度ばかりは本当に非常事態だ。一箇所ではなく四箇所に同時出没。なんじゃと。よよ、四箇所じゃと。しかも位置が東西南北とそれぞれかけ離れた場所。ここまで卑劣な真似をするとは。それ正気の沙汰ちゃうやん。一体何のために。我らに対する宣戦布告とでも言うのか。これほどの証明、相手は組織規模や。なあやって、なあ直接ここを垂れてくればええのによ。とにかく出没したものを一刻も早く相当しなければならん。待てるされへん。ここで再び将軍部隊を外に出すのは良策とは言えませんぞ。管理部隊の心理的な存在が明らかになったのです。主戦力を分散させ空になったここを一気に潰しにかかるというトラップかもしれません。いや、この城下は広い湖に囲まれ、外か外とつながるのは一本の橋。たった一本の通路と遮断がいよう。防衛上の心配はいらん。では敵が空から攻めてきたらどうするのです。大砲がある。なるほど。とにかくここは人的戦力がなくとも最悪持ちこたえられる。それにお前は死の危険にさらされている民を放っておけとでも言うのか。部隊を動かす以来策はない。敵の術中にはまろうが何だろうが、とにかく国民の命を優先する。そうですね、さすが陛下、素晴らしい決断です。ジーガ、アキラ、ロザラムの3部隊と主戦力、山本、新戦力、山本、ジーバーチーム、それぞれ4つの地所に任せる。なんですと。よっしゃ、なぞ歌からじゃ。陛下、まさか彼らを3人だけの部隊として送り込むと。私にも考えがあるのだよ。というわけで、お前たちは西のラス草原に出向いてもらいたい。あの大草原じゃな。ついに超本格的な任務が来たわい。そこに町や村はあるんですか。いや、町や村はないが、多くの遊牧人が暮らしているのだ。遊牧か。あの広大な地下の標的を見つけ出すのはかなり困難だと思う。だからこそ動きの代わりにお前たちに頼みたいんだ。なるほどな。しかし見つけたとしても、相手は将軍たちを苦しめるほどの基本的だ。すぐに引いてくれ。決して無理をする必要はない。大丈夫だ。下手な使命から廃人するほどわしらはバカではない。そうか、はっきり言った。だから言っても初めから負ける気はせんがの。おあとも、わしらのチームワークがあればどんな魔物でも指先一つでダウンじゃ。王様、この任務必ず果たしてみせます。お前たちは本当に頼もしいな。では、頼んだぞ。第5章、草原の苦闘。
対この腕だけには自信がありますから、でも負けませんよ。玉鷲さんの鎌足りですね。よっほっほっほっ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 よっほっほっよっほっほっ、あ、いない、執事たちがいない、いない、執事たちがいない、いなくなってる、もちろん精鋭たちもいない、いない、電書バト電書バトで、そうだもんな、ここにはねインターネットとかねないもんな。王子次期国王だしね、次期の字が違う。前説の作曲家バッハッハの楽譜が欲しいですな。と黙々が痛ましい R、 もうツッコミが出んようになった。成功込めた計量したであります。ピシッピシッ、激しく城下橋パトロール。あ、おじいちゃんおらんようになってる。カズオやっとこう。一般兵でよかった。一般兵やったんよ。おかかくしてバケモンがこんちはどうなってしまうのだ。ああ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 、結構余裕やな。正しき人間の心じゃ、確かに。いやはや賃貸か分譲か。よし、行くぞ。こっちやね、こっちの草原やね。見渡す限りの大草原、自然の雄大さを満喫しながら仕事ができるわけじゃ。まあさ、わしらは死神退場しに来たんじゃぞ。もっと緊張感を持ったのか。あった、なんじゃな、遊牧民が危険にさらされておるんじゃ。夢の甘さを認識すんにゃ。よいしょ。おう、ライカンスロープ。ワオ、ウェル、あいで、向こうの方が早いのかな。テレテン、結構相手もタフだにゃ。結構相手もタフだったな。タフデンとポリデンとパーショルデンとだったな。お、犬兵士。
炸裂拳。激しい乱れ斬り。魚釣りはできんね、うん、宝箱はねえのか。尻尾アタック。尻尾アタックはね、モンスターファーム2の C グレードでね、結構食らうからね、あれ、あのサスベインの尻尾アタックは。このオアシスになんかないかな。なんもなかりけりか。残念。ほんとにただっぴろい草原じゃの。こんなとこから特定の敵を見つけ出すことなんてできるんかいの。まあ、とりあえず歩いてみるしかないんちゃう。縦に分かれてたが、特にどっちかのルートに宝箱があるってわけではなかったかな。よいしょ。なんもなかったね。オッケー。休憩地点だ。死は怪しそう。やっぱり。ここにも何もなさそうだね。一応全部キーは調べてみようと。この辺とか何もなかった。何もなかった。何もなかった。進んだ。うん、どうかしたんか、じいさん、サトシ。ばあさん、何も感じんのか。ただならぬ雰囲気。思ったより早くターゲットが現れたみたいやで。なんじゃと、わしは何にも感じんぞ。悪霊どものとは火にならん。どこや。にゃおめ、どこに隠れておる。やめならやるぞ、こっち来ておめ。佐藤の姿を現せ、タコスケが。気配が消えたみたいな。わしの気迫で押され逃げたか。いやはや弱虫極まりないぞ。
デートアイドル目指して十何年ゆってぃでーす。こいつがてかもう東堂裕太さんももう芸歴20年以上やな。続けてたらおお。なんちゅうさっきじゃ、こいつはやばいぞ。これが今回倒すべきやつか。今までのやつらとは一味違うの。カービン地獄のカービン。あ、これつけるブラックバーン。やっぱタコ殴りが一番強いの。わーい。なんとか倒したな。手が分かった。これが死神か。あんまり手強くはなかったけど、回復アイテムなしでいけたし。ん？おい、お前たち、大丈夫か？ん？おぬしは？俺は、って、話は後や！とりあえず敵を倒すぞ。俺も加勢する。なる？敵っつってももうわしらが。何だと？もう一匹おったんかいな！ねえ、それは辛いけどやるしかないわ。これです。タコ殴り。タコです。イーブルスラッシュ。弱かった。もおったか。3体目おるんかの。もう勘弁しとくれや。大丈夫だ。もうやつの気は感じない。おお、そうか。いやー、お主のおかげで助かったわい。余裕ぞ。お主に何者じゃて。俺はこの草原に住む遊牧民のリーフというものだ。遊牧民か。なるほど。さすがは大自然の民。なかなかのやり手じゃな。あんたらもただの取り捨てりではなさそうやけど。ああ、実は俺たち王国から派遣された兵士なんや。兵士？あんたらがか？そうじゃて。今回この草原に現れた化け物どもを退治するためにはるばるやってきたんじゃ。そうだったのか。今のやつらの強さからしてからにわしは小骨が折れそうじゃない。しかし、遊牧民はこの魔物騒動のことを知ってなんか。知ってるも何も、現に俺たちの舞台が死んだことも残られたからな。なんじゃと？どうなったんじゃ？クトの聖処理した。どうしたしてもなんとか無事や。はあ、そうか。よかった。じゃあ、今お前の中はダジャーどこにおるんじゃ？あ、この時に俺たちの宿営地があるんや。宿営地だな。そりゃいい。ぜひ案内してくれんか。一方、その頃黒幕は、消えたぞ。あ、これはこれは、おかえりなさい、キラシモ様。バルミュン。
ミオポーネグリフの解読は進んだか？順調ですよ。今度は瞳を一瞬にして毒の間に変えるという魔法の記述がありました。なかなかおもろそうやねんけ。この文献から得た術の力があれば我々が世界を統治する日も近いですね。その通り。このリオポーネグリフを手に入れてから我が組織が生まれ変わった。無謀の衆とも入れる小悪党の集団が今や世界を狙える暗黒結社になり、暗黒結社フリーメイソンになったんや。いや、フリーメイソンじゃないですね。極めつけでやはり九段の召喚にして、あれさえあれば我々が戦力に困ることはない。しかし、キラシモさんは試しに放ってみたて、あの死神たちは全て国のせいに破られてしまったということですな。だから今度は王国各地のところにばらまいてやったね。どうなるか見ものや。バレン、お前はこの調子でリオポーネグリフの解読を進めてくれ。後半にはもっと素晴らしい記述があるかもしれん。はーい、もちろんでしたわ。まず手始めにこの王国を我らの手中に収めるの。楽しみですね。しかし闇仙人様も後世にこんな書物を残してくださるとは。はい、ということでね、ちょっと時間がちょっと長いので今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス、次回へ続きます。